僕は今大宮駅に来ております。本日はここ大宮駅から JR 線ではなくて東武鉄道の東武アーバンパークラインを大宮駅から船橋駅まで乗り通してみたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。東武アーバンパークラインの乗り場は大宮駅の東口ルミネを通った先にあります。東武アーバンパークライン大宮駅のホームはこのような感じで一面二線の島式ホームとなっています。すぐ左側には JR 線の大宮駅のホームも見えます。今回乗車していく東武アーバンパークラインというのは愛称で、正式名称は東武野田線と言います。大宮駅を出発し、東武伊勢崎線との乗り換え駅春日部を通って常磐線との乗り換え駅柏、そして最終的には総武線との乗り換え駅船橋に至る路線です。普通、区間急行、急行という3つの種別があり、普通は大宮駅から船橋駅まで各駅に止まります。そして次の区間急行は大宮、岩槻、春日部と春日部から終点柏までの各駅に止まります。そして最上位種別である急行は春日部駅まで区間急行と同じ停車駅で、春日部駅から運河駅までは各駅停車、そして運河駅からは流山、大高の森、柏、高柳、新鎌ヶ谷、終点船橋の順に止まります。今回は最上位種別である急行を使って船橋駅まで乗り通していきます。さて今回乗車する車両がやってきました。使用車両は1030系です。車体には東武アーバンパークラインのラインカラーでもあるロイヤルブルーのラインカラーに変更されています。まるでこの塗装、側面を見ていただけると上の方に緑色のラインカラーがついていて、下はロイヤルブルーとなっていて、なんだかコンビニのファミリーマートみたいな塗装にも感じます。車内はこのようになっています。かなり古めかしい雰囲気が伝わってきますね。モケット色は緑色になっていて、どことなく JR 東日本の205系を感じます。座席はとても柔らかいです。やっぱり昔の車両というのは座席がとても柔らかいですよね。ドア上には最近の車両では当たり前にある LCD というのは設置されていません。列車は大宮駅を出発です。大宮駅を出発してからしばらくの間は左側 JR 宇都宮線と並走をしていきます。北大宮駅を通過した少し後ぐらいで JR 宇都宮線とは分岐をして、東武アーバンパークラインは右側に進んでいきます。前方に見えているのは東武8000系です。この車両もかなり古いですよね。東武アーバンパークラインでは一番古い車両はこの東武8000系で、最新型の東武6万系とかなり製造年代に違いがある車両が多く見られます。列車は最初の停車駅岩槻駅に到着です。岩槻駅を出発すると次は東武スカイツリーラインとの乗り換え駅春日部駅に停車します。春日部駅に到着しました。ホームには何やら少し変わったものがあります。なんと春日部駅にはホーム上に立ち食いラーメン屋さんがあるんですね。博多駅などには立ち食いラーメン屋さんはあると思いますが、関東だとやっぱり立ち食いそばとかが一般的ですよね。春日部駅から運河駅までは急行列車は各駅に止まります。そしてこの春日部運河間というのは東武アーバンパークラインは単線区間となります。先ほど春日部駅到着前に合流をした東武スカイツリーラインの線路と分かれてオーバークロスをします。春日部運河間の単線駅では全ての駅で列車交換ができるような構造となっており、一部区間ではこのように擬似的に伏線になって走行中に列車がすれ違う光景も見られます。列車は江戸川を渡って埼玉県から千葉県へ入ります。一部の単線区間ではご覧のように用地が線路がもう一本くらい引けるぐらい余っていて、いつかはここも伏線化にする予定というのがあるのでしょうか。まもなく七光台駅に到着します。七光台駅近くには車両基地があり、当駅始発当駅止まりの列車も設定されています。当駅では運転士と車掌の交代が行われました。東武アーバンパークラインは清水公園駅から一部降格間となります。列車は間もなく清水公園に到着するのですが、清水公園駅到着前には左側に線路がありますが、すごく錆びています。清水公園駅から先の区間が
高架化される前までは、あの左側の錆びた線路を使って地上を走行していたということですね。列車は真新しい高架線へと入っていきます。この線路は昨年2021年の3月28日より運用が開始された、まだ使用されて1年ほどしか経っていない真新しい線路です。まもなく東武アーバンパークラインの正式名称、東武野田線の路線名にもなっている野田市駅に到着します。東武アーバンパークラインとこの野田市とは切っても切り離せない大切な関係です。千葉県野田市は醤油の製造が有名で、駅前にはキッコーマンの工場があるのですが、1911年にここ野田市駅から千葉県の柏駅まで醤油を運ぶ貨物船として誕生したのが、現在乗車している東武アーバンパークラインの誕生の秘密なんですね。開業当時の目的である醤油の輸送という役目は現在はもうありませんが、最初野田柏間で開業した路線もどんどんと延伸を続け、現在では埼玉県大宮から千葉県の船橋までを結ぶ大手私鉄の中ではかなり長い路線となっています。利根運河を渡って春日部駅から長らく続いてきた単線区間は次の運河駅で終了です。単線区間が終了するとともに、この現在乗車している急行列車は再び急行運転を行います。かつての急行列車というのは大宮駅でご紹介した区間急行と同じ停車駅で、春日部駅から終点の船橋駅まで通過駅はありませんでした。ですが2020年の3月に睦弥逆彩間が複線化したことにより、急行列車が運河船橋間でも急行運転を行い、新たにかつての急行列車と同じ停車駅の区間急行というのが設定されました。前方には何やら超巨大な駅、まるで新幹線の駅かと思うほどの立派な駅ですが、当駅は流山大高の森駅です。ここではつくばエクスプレス線と乗り換えることができます。列車は柏駅に到着です。東武アーバンパークラインは柏駅から先、船橋駅まで線路が続いているはずですが、前方を見てみると行き止まりになっています。実はここ東武アーバンパークラインの柏駅というのはスイッチバック構造になっています。なぜ柏駅は急勾配でもないのにスイッチバックになっているのかというと、もともと大宮柏間が野田線で、柏駅から船橋駅までは船橋線という2つの別々の路線でした。その別々の2つの路線を1948年に大宮船橋間を野田線と1つに統合したことから、当時の名残として柏駅はスイッチバック式になっているということです。かつてはここ柏駅から常磐線への貨物専用の引き込み線も水戸方面へ伸びていたそうです。急行列車は大宮駅から船橋駅まで通しでの運転列車も多くありますが、各駅停車は多くが柏駅で系統が分離されており、これもかつて野田線と船橋線という2つの鉄道路線が別々で運行されていた時の名残です。そしてここ柏駅には東武鉄道では珍しいホームドアが設置されています。先ほどまでは6号車に乗車をしていましたが、当駅で方向が変わるため逆の1号車に乗っていこうと思います。柏駅では5分ほど停車をして乗務員を交代し、柏駅を出発していきます。柏駅を出発してしばらくすると、右側大宮方面の線路と分かれて、船橋方面の線路は少し高架となるような形で、左側船橋方面へと分かれていきます。もう少しすると常磐線の線路とオーバークロスをします。高柳駅に到着です。当駅では先行の普通列車との緩急接続を行います。当駅は2面4線の構造となっており、当駅始発、当駅止まりの列車も設定されています。まもなく睦弥駅を通過します。2020年のダイヤ改正より、睦弥駅はもともと2面3線の構造だったのですが、一番左側の3番線は廃止され、当駅始発、当駅止まりの列車も廃止となってしまいました。北総線、新京成線との乗り換え駅、新鎌ヶ谷駅に到着です。もともと柏船橋間の船橋線というのは北総鉄道が営業していた時もありました。
大宮柏間と柏船橋間はもともと別々の鉄道路線ということだけあって、結構ホームの構造とか駅の構造も変わるんですよね。現在走っている柏船橋間というのはまるでなんか新幹線の高架を走っているんじゃないかっていう、そんな景色が続きます。大宮駅を出発してから1時間と18分で終点の船橋駅に到着です。今回は大宮駅から船橋駅まで東武アーバンパークラインを乗り通してみました。皆さんも興味があればぜひ乗車をしてみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。